はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションシェケレ編。このシリーズはこのシェケレという楽器について1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でシェケレの基礎知識、振り方、アクセントの付け方、ベーストーンの鳴らし方など解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そしてね、前回の動画にコメントくださった方ありがとうございました。これね、見てる方がいるんだって分かるだけでもね、大変安心してできますので、おかげさまで成り立っております。まあそんなにね、数は多くないと思うんですけれども、確かにいるシェケレファンの皆様のためにお届けしますので、よろしくお願いします。で、今回はですね、アフロビートというね、リズムを叩いていきたいと思います。はい、以前ね、ジャンベ編でアフロビートっていうリズムをやったことがあるんですけど、これもちろんシェケレでもあります。シェケレっていうのはもともとナイジェリアがルーツの楽器ですから、アフロ系86とか8分の12拍子でね、表せれるようなリズム、演奏するのがねすごく得意なんですね。今回やりたいのはこんなリズムパターンです。はい、今までやりましたですね、振る奏法とドンとベースを鳴らす奏法を組み合わせたパターンなんですけれども、こうドゾンみたいなね、2回連続で叩いたするちょっと難しいコンビネーションが出てきますので、順番に解説していきます。ではまずは手始めですね、楽にシキシキと振ってみましょう。アクセントはつけなくていいので、ビーズの音だけでシキシキと振ってください。はい、で今回ですね、このリズムの周期を 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 ってね、6カウント6の周期でぐるぐるぐると回していきます。はい、でまずは1にベースを入れます。はい、であとはシキシキ、これでやってみると 1,2,3,4,5,6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 
と。はい、こうなります。この色式をキープしつつですね、ベースを入れたいタイミングでフッと抜く、フッと抜いてまた色式に戻る、ドキシキシキドキシキシキドキシキ、1 2 3 4 5 6 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 1。 はい、コツとしてはですね、こう取って一回ベースで落とした後の色式、色式をやってる中でだんだんこのね高さを上に持ち上げていくようにやると、こうずっとねパターンが続けられます。どういうことかっていうと、はい、わかりますかね。一回こうドで落として、この色式式って刻みながらだんだん持ち上げていく感じですね。でまた高いポジションまで持ってきたらドンで落とす、シキシキシキドキシキシキドキシキ、極端にやるとこんな感じ。はい、これドで落っことしてこの低いポジションでシキシキってやってしまうと、この後またドに行くのにもう下に行く幅がないっていうかね、余裕がなくなりますので、一回こう落としたら次にもう一回ベースを入れるまでに戻ってくる、ドキシキシキドキシキシキドキシキシキドキシキ。はい、でまあ慣れてきたら、まあそんなにこの高低差をつけなくても、まあこれぐらいでできるといいかなと思いますので、1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2。はい、まずは、6カウントで1にベースをつけるっていうパターンを練習してみてください。はい、この1にベースを入れるパターンが余裕でできるよとなりましたら、次のパターンに進みましょう。次はいよいよですね、ドドンとねダブルでベースを入れるパターンになります。このダブルの確認をまずしていきたいんですけれども、ベースの入れ方自体は前回と全く同様です。構えた状態から楽にスッとね腕を落としてキャッチキャッチキャッチ、もう本当にスッと落としてキャッチするだけです。はい、で一回落としてもう一回落とします。はい、これでドドンですね、ドドンドドン、つまりスッ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 ってこれ二段階で腕を下げていく。はい、超スローでやると一
回スッて落とす、でシェケレが落っこちてくる、で一回キャッチして発音したと同時にもう一回落とす、でもう一回キャッチ、ドドンドドンドドン、はい、まあ、本当にこうタッチ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 でテンポよくねやって、他のザクザクとかねシキシキとかこのフル音を鳴らさずにザザッドドンってね2回鳴るように練習してみてください。まずはこれだけ、ドドンうんドドンうんドドンうんうんドドンうんで上げる、ドドンうんドドン上げる、ドドンうん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 、はい、このダブル2段階ベースができたらもうシェケレ中級者と言っていいと思います。おめでとうございます。はい、でさらにねコツをお伝えしたいんだけれども、こうドンドンってこう2回打ってるわけじゃないですか、ベースを。でこういうアフリカ系の楽器とかアフロ系のリズムっていうのは大体ですね、こう2連続で鳴った時に後ろの音の方を強くする、後ろの2打目の方に重きを置きます。つまりドドンドドンドドンガンガンっていう感じで後ろの方をちょっと強くする。はい、まあ逆に言うとこの1打目をちょっと軽くすると考えてもいいですね。シケレで言うとこの1打目を軽くタッチ程度にして2打目でしっかりと落下させて、このエネルギーで鳴らす、トン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 ドントンドドンドドンドドンっていう感じでやるとですね、むちゃくちゃアフロっぽくなります。はい、でこれを知ってると知らないとではね、全然このニュアンスが変わってきますので、あ、こう2連続入ったら後ろを強くするってね、基本的に思っていただいて大丈夫でございます。はい、はい、ではこんなパターンをやってみましょう。はい、ドキシキシキドドシキ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 てな感じになります。前半と後半に分かれておりまして、前半はさっきやったやつ、ドキシキシキ1,2,3,4,5,6、 はい、1にベース入れてあとは振るだけです。はい、で問題は後半だ。後半は1,2でダブルのベース、1,2,3,4、1,2,3,4、うんうん、はい、5,6 は休みでね、1,2,3,4、うんうん、1,2,3,4、うんうん、ドドシキ、うんうん、ドドシキ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 、はい、このドド式ね結構難しいと思いますので、ゆっくりから構いませんのでじっくりやってみて、ドドシキドドシキ、はい、でドド式ができたら、前半後半をつなげる、ドキシキシキドド式ドキシキシキドド式、はい、でこう休んでる間に上にポジションを戻しておくと次のベースが入れやすいですよね。つまりドキシキシキドドシキで上げておくと後が楽になりますから、ドキシキシキドドシキでちょっとこう放り投げるっていうか、まあ、このままスッとね腕を上げてもいいんだけれども、振ってこう軽く浮かせてあげるようにすると、こう滑らかにねシェケレが動いてるように見えます。ちょっとやってみますけど、ドドシキー、このキーで、まあ、極端にやるとこう放り投げる感じだね、ドドシキードドシキー、はい、まあ、こんな感じでねこううまいことこのシェケレの動きを止めないように、流れを止めないようにしながらリズムパターンを
刻んでいくっていうところにね、この醍醐味がありますので、いろいろと試しながらやってみてください。はい、ではまだ余裕がある方、最後にちょっと複雑な難しいパターンをやってみますので挑戦してみてください。こんな感じです。はい、いかがでしょうか、聞き取れましたでしょうか。ドン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 っていうようなベースラインになるんだけれども、これがねちょっと複雑なんですよ。前半と後半に分けて解説します。前半はドドキシキ、はい、ドドキシキ、はい、ワン・ツー・スリー・フォー・ファイブ・シス、ワン・ツー・スリー・フォー・ファイブ・シス、はい、ワンはベースで、ツーはシって鳴らしても鳴らさなくてもどっちでも大丈夫です。ワン・ツー・スリー・フォーってワン・スリー、2連続のベースと考えて2を休んでしまってもいいし、1,2,3 ってね、ドッドッ、振って鳴らしてしまってもどちらでも構いません。やりやすい方でやってみてください。 1,2,3、 はい、で3のベースが一番強い、はい、ドッチッチ、あとは振るだけですね。ドッドッ、はい、で後半は最初にダブルですね。1,2,3,4,5,6,6 もベース、1,2,3,4,5,6、ドドシキシド、ドドシキシド、はい、で6で打った後にさらに1がベースだから、ドド6,1 で、また2連続になるって感じですね。1,2,3,4,5,6,1、ワン・ツー・シー・フォー・ファイ・シックス・ワン、ド・ド・シッチ・シッド・ド、はい、でまた戻ると、つなげてやると、ワン・ツー・シー・フォー・ファイ・シッワン、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 なります。はい、で特にね難しいと思うのが最後の6-1でダブルで打った後にさらに3で、ベースを打つ、でこの3が一番強いベース、一番重いアクセントになりますから、最後の6-1っていうねところは、まあ、僕はですけれどもあんまりこう強調せずにトントン軽く打ってます。6-1-2-3で、3でしっかりと打つ感じにします。つまり、ドン、ドン、ド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 ン、ドン、ドン、ドドン、ドン、ドン。はい。これがね、ちょっと、まあ、考え方にもよるんだけども、ドドン、6-1はダブルだから、6よりも1の方が強い。で、かつ、1、3っていう2連続とも考えられるので、1よりも3の方がでかいっていうかね、目立つアクセントになります。はい。はい。まあ、このようなリズムの流れになります。まあ、もちろん、すべてこう均一にね、フラットなリズムを刻んでもいいんだけれども、よりこう粘っこくね、アフロだってね、ゴリゴリした感じでやるのであれば、ってやると、まあそれっぽいかなと、個人的には思いますので、各自ねいい塩梅で、このアクセント、強さを調整してみてください。はい、というわけで今回はシャケレのアフロビートについて解説いたしました。最後に紹介したパターンはですね、本当にこう一番手数が多い煩雑っていうかね、複雑なパターンになりますので、これはできなくても、落ち込まないでいただいて大丈夫です。はい、これちょっと難しいパターンになりますので、まずはねシンプルなところから始める、シキシキから始めて、
はい、でこれぐらいシンプルでもアンサンブルの中であれば十分様になりますから、まずはこれから始めて、で慣れてきたなと思ったらだんだんこのねベースを叩く回数を増やしたり、このベースのアクセントの位置を自分でいろいろと変えてみたり、試してみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使いましてこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。パーカッションの情報を広めていくぞ、パーカッションの情報を残していくぞというね、このチャンネルの趣旨にご賛同、ご協力、ご支援いただける方いらっしゃいましたら、ぜひメンバーになっていただけると嬉しいです。同じく概要欄にメンバーシップの詳細を載せておきますので、ぜひ見てみてください。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。